撤退を要請します。メッセージは自動で繰り返されている。送信距離内の全ユニットに通達。こちらはグラディウス偵察部隊のスクライブ・ヘイレンです。認証コードアーキス・ヘラ・ナイン・ファイ。我が部隊は目下負傷者を抱えており、通信を不足しています。支援なしはケンブリッジ警察署拠点からの撤退を要請します。手助けには感謝する。だがここで何をしている？ただここで生き残ろうとしているだけ。他の皆と同じだ。突入の方法、あの野良犬どもを引き込む様子、少々信じがたいな。この近くの居住地から来たのか？本当に全部必要な質問なのか？あいつらとの戦いに手を貸してやったことに変わりはないだろう。もっともな指摘だ。もし不審者に見えるとしたら、それはここでの任務が困難だからだ。連邦に到着した時から常に攻撃を受けてきた。これからも協力を続けたいというのなら、ぜひ味方として戦ってほしい。それは場合による。いくら払う？傭兵というわけか。よくあることだ。よし、まず仕事ぶりを見せてもらってから金を払っていいか考えよう。 BOS のパラディンダンスだ。向こうにいるのはスクライブ・ヘイレンとナイト・リースだ。偵察任務中なんだが、困ったことに支給品が不足している。上司に救難コールを送ろうとしているが、信号が弱くて届かないんだ。もしよろしければ。続けろ、エイレン。警察署の屋根の上にあるラジオ塔を修理したんだけど、十分ではなかったかもしれない。何か信号を強めるものが必要です。目標はアークジェットシステム。そこに必要なテクノロジーがある。ディープレンジ送信機だ。施設に潜入し、送信機を手に入れてここへ持ち帰る。どうする？BOS に手を貸すか？ BOS とは何だ？我々はテクノロジーの本質を理解しようとしている。その力を、人間にとっての意味を、その力を悪用しようとする奴らから守るために戦うのだ。それは立派な目的だと思う。分かってもらえて嬉しい。我々が直面している事態の重大さを理解している者は BOS の他にはほとんどいない。さあどうする？手伝ってくれるか？グズグズしている暇はない。行くぞ。素晴らしい。ヘイレン、リースを中へ連れて行って傷口を縫ってやれ。はい。リース、良くなったらお前には境界線の安全を守ってもらいたい。わかりました。よろしい。ではお前の価値を見せてもらおう。警察署に向かい物資を補給して始める準備ができたら知らせろ。さあ、行くぞ。いいかい、大男さん。行くよ。
分かった分かった。今行くよ。いいね。で、治療してくれるのかい？それとも何なんだ？どうかな。予後がかなり厳しそうだからね。失礼しますが、スクライブ・ヘイレン。寛容な人だ。さっさと行くべきよ。パラディンダンスを待たせ続けるのは良くない。くねくねしないで、包帯が負けないじゃないか。自分が大物だとでも思っているのか？失礼しますが、パラディンダンス。移動する用意はできたか？準備完了だ。素晴らしい。ついてこい。遅れを取るなよ。スクライブ・ヘイレン。パラディンダンスは素晴らしい隊長です。彼がいなくては何もできないでしょう。
のシステムだ。外部に保安機構はないはずだ。正面から進むとしよう。その蓋に最後の釘を打ち込んだのは企業の連中だよ。奴らは自分の利益のためだけにテクノロジーを悪用し、私腹を肥やし、その行為に伴う被害を無視した。この破壊の跡を見ろ。自動警備システムはすでに始末されたようだ。 BOS の手によるものが。残念だが違う。見てみろ。空の薬莢はおろか、血の一滴すら見当たらない。インスティチュートの人造人間に襲われたんだ。人造人間？ロボットと同じようなものか。インスティチュートに作られたテクノロジーの悪用の典型例だ。アボミネーションどもが人類を改善しようという腹積もりだったのだ。許されることではない。奴らが存在すること、それ自体すらもな。インスティチュートとは何だ？大戦が始まった折に地下に潜った科学者たちの集まりだ。この数十年の間、テクノロジーが生み出した悪夢を連邦各州に撒き散らしている。警戒しておこう。了解した。移動しよう。乱雑の極みだが、まだいくつか BOS が興味を持ちそうなものを持ち出せそうだ。ことを済ませたら、後の掃討および回収作業のためにこの場所を記録に留めておかねば。行き止まりのようだ。ドアを開ける方法が見つかるかどうか試してみてくれ。私は辺りを見てくるとしよう。よくやった。敵のセンサー読み取りを検知。人族待て。それが BOS のやり気を最後忘れるな。やめ。誰かいるのか。あの、焼き尽くせ。誰か、何かいるのはわからない。そこにいるのは分かっている。応戦する。以上の攻撃は許可できない。目標は人造人間を。いいね。
うん。素晴らしい。さあ行こう。エンジンコアの電力を回復。サーマルエンジン燃料供給完了。命令待機状態に入ります。聞こえた。あっちだ。
やっつけろ。おい、敵の生命体と殺さなければなりません。パラディンダンス、もっとすんなり行くはずだったんだが、ともあれ任務は完了だ。すんなり行くはずだった？うまくやれたと思うが。雑なやり方だった。不意をつかれたことも一度や二度ではない。容認はできない。しかしながらお前の加勢があったからこそ我々は優位に立てた。私だけではこの任務を果たし仰せたかどうか。いいチームだったと思う。そうだな。きっちり命令に従う市民と共に働くといい気分転換になる。それはともかく、議論すべき重要事項が2つあると思う。何よりもまずディープレンジ送信機を渡してくれ。それから作戦時における助力に報いよう。この武器が役立つだろう。一般的な BOS のレーザーライフルを私なりにカスタマイズしたものだ。戦いで役立つだろう。ありがとう。どういたしまして、市民よ。さて、次の事項についてだが、こちらから一つ提案がしたい。これまでいろいろなことが山のように降りかかった。任務は悲惨な結果に終わりかねなかったが、お前はよく平常心を保ってくれた。まるで兵士のような抑制力だ。資質があることに疑いの余地はない。私が見たところ、お前なら二つの道を選べるはずだ。あちこちをさまよい歩いては、わずかな報酬を求めてその場しのぎの仕事を受け続けるのに残りの人生を費やすか、さもなくば BOS に入ってこの世界に生きた証を残すかだ。さて、どう思う？参加できることを光栄に思う。その答えが聞きたかった。警察署に来てくれ。そこで詳細を詰めることにしよう。